今日はメロンパンナちゃんとお料理して遊ぼうね。今日はみんなでお料理して遊ぼうね。それじゃあマントを脱いでエプロンをつけるわよ。今日作るのはこのステーキ。みんなで一緒に作ろうね。じゃあここからまず出していくわよ。いろいろなスプーンやフォークが入っているのよ。よいしょ。ここからいろいろと出していっているよ。これは何かな？これはお茶とかを入れるのかな？そしてコップも必要だよね。あと鍋でも煮ていこう。これはスプーンだよ。これはステーキがあるよ。それじゃあ鍋でお野菜煮ていきましょうね。人参に、これは何かな？この緑のやつも入れて、蓋をして、コトコトと煮ていくよ。そして、コーンはフライパンで炒めていくよ。よし。できたかな？それじゃあお皿に盛り付けて、今度は肉を焼いていこう。かなり大きなお肉。ちょっとフライパンだと入りきらないかな？じゃあ半分ずつ焼いていこうね。まずはこっちの方から。じゃあ今度は逆側、こっちの方焼くよ。よいしょ。これで、焼けたかな？お皿に戻していこうね。鍋で煮た野菜も出来上がったかな？お皿に盛り付けていくよ。これでステーキが完成。それじゃあ、フォークとナイフを左側にフォーク、右側にナイフを置くんだよ。そして、スプーンと、このカップ。それから、このポットを置いて、メロンパンナちゃんと一緒にいただきます。メロンパンナちゃんとステーキを作ったよ。楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。